こんにちは、ゆうがです。今回はこのモイラちゃんの、ホルモンを出しているのか、オイルを出しているのか、それとも、マーキングなのか、ちょっと何かよくわからないと言われているこの可愛らしい行動があるんですけど、これちょっと前回の動画で出させてもらったんですけど、この動きをですね、変なところから変な体勢で始めてしまったのがですね、めちゃくちゃ面白くて可愛かったので、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、こちらになります。なんか体勢がかなり不安定ですよね。めちゃくちゃやりづらそうにしてるんですよね。ほら、もうできてないんですよ。めちゃくちゃ面白いですよね。なんでこんな体勢で頑張ってやってるのかもちょっとよくわかんないんですけど、もうできてないんですよね、明らかに。やりづらそう。でもなんとか体を動かしてやってますね。あれ止まっちゃいましたね。はい、こんな感じでもうね、途中でやめちゃいましたね。はい、めちゃくちゃ面白いですよね。なんでこの変な体勢で無理に続けるのかもちょっとよくわかんないですけど、すごい可愛かったので皆さんにご紹介させていただきました。はい、ということで、またこのモイラちゃんの可愛い動きがあったら皆さんにご紹介していきたいと思いますので、よかったら高評価、チャンネル登録してまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あ、でもやっぱ続きやってますね、まだ。なんか体にこすりつけた後こういう感じでケージにもこうこすりつけるんですよ。それやってますね。なんかケージにやるのもなんかちょっとぎこちないですね。もううまく体にこすりつけられなかったら、ちょっとケージにやるのもちょっとぎこちなくなるんですね。いや、面白いですね。そして可愛いですね。あ、ちょっとまた続きやり始めましたね。やめてまたやるパターンもあるんですね。謎の動きですね、本当に。このモイラちゃんは、謎が多い蛇と言われているので。はい、ということで、また見に来てくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。